ハロー、めぐっぺです。さて、今回はめぐっぺまた新たな発見をしたので、そちらを紹介したいと思います。では、早速本題に参りましょう。イエイ。では、ここで質問です。皆さんは将軍という言葉を聞くと誰を思い浮かべますか？最近巷で話題の真田広之さんが主演のハリウッドドラマ将軍っていうのがあるんですけど、めぐぺ、最近たまたまジミー・キンメロのトークショーにその将軍の出演者が出ていた動画を見ました。で、その時に司会のジミー・キンメルが将軍のことを将軍、将軍っていう感じで発音してたのが気になって、今回ね、調べるきっかけになったんですが、はい。では、どんなことを発見したのか、これから紹介していきます。まず、めぐっぺが今回驚いたのは、アメリカで一番古いとされているメリアム・ウェブスターに将軍が掲載されていたことです。まあ、といっても、日本の将軍、海外でも人気なので、辞書に載ってても不思議ではないんですが、今まで確認したこと、調べたことが特になかったので、改めて見て少し驚きました。はい。みんな将軍を辞書で引いたことある、ね、まあ、あるっていう人もいるかもしれないんだけど、めぐっぺは今回が初めてでした。で、将軍は SHOGUN なんですけど、発音記号としてはこれはメリアム・ウェブスター独自の方法で書いてあるんですけど、将軍、将軍ですね。将軍じゃないですね。日本人は将軍というね、漢字を見て言うので将軍っていう風に言いますが、英語だと将軍になります。まあ、おそらくもともと癌っていう単語があるので、その辺も関係して将軍になるのかなと思います。はい。で、今回の発見はそこからですね。はい。まあ、めぐっぺはもう将軍にしか頭がいってなかったんですけど、将軍という単語、日本を出て海外に出たらこうなりました。将軍なお、将軍なお。これは将軍っていう単語に AL という接尾辞がついて将軍なおです。これは adjective なので形容詞ですね。意味は将軍のとか幕府のというような意味になるようです。はい。で、もう一つは将軍なって、将軍なってです。これは名詞ですね。将軍なとは名詞です。あのパイレーツもね、パイラットというような言い方をしますが、そういう感じなのかな。将軍なと、これは幕府だね。将軍なとは幕府の意味ですね。はい。もう幕府は幕府かと思ってたら、将軍なとっていう新たな単語がまた発生してました。将軍なとは、日本の歴史において将軍が政治的権力を握っていた時代やその体制を示す英単語であるということですね。はい。日本では鎌倉時代、室町時代、そして江戸時代の3つの時代が将軍なとに該当するんだそうです。知らなかった。将軍なとね。はい。で、これだけではないんです。実はまだ単語があります。はい。それが、将軍ナイト。将軍ナイトです。将軍ナイトは、将軍という単語に ITE という接尾辞がついて、将軍派というような意味なんだって。将軍ナイト。これもう一回調べよう。将軍ナイト。さっきの将軍ナイトは、将軍に ATE
で shogunate だったんですが、今度は ite で shogunate です。 shogunate、 まあこれは乗ってるのと乗ってないのがあるのかな。 shogunate、 そうですね、 shogunate、 これはそうですね、全部が全部乗ってるわけじゃないのかもしれないですね。 shogunate、 これは将軍派という意味で使われる単語だそうです。 shogunate、 もう一回検索しよう。将軍派、将軍派という意味、しウィクショナリーに載ってたのかな。ウィクショナリーを見てみよう。ウィクショナリー、あれさっきはあったんだけどな。ウィクショナリー、えい、ウィクショナリー、あ、ありましたね。ウィキペディア、ウィキペディアには載っているらしい。shogunate、 これは A supporter of shogunate rule ということで、将軍のルールをサポートするものということなので、将軍派ということになるわけですね。はい。そしてもう一つは、将軍シップ、将軍シップです。将軍シップは、将軍にシップ、フレンドシップとかのシップですね。将軍シップ。これで、将軍職っていう意味になるらしい。将軍シップね、ちょっともう一回確認します。将軍シップ、これで将軍職というような意味なんですね。いやいや、まさかね、将軍がそんなにいろいろ発展してると思わなかったので、今回はかなり衝撃を受けました。将軍シップ、そうですね、将軍シップ。日本人としては将軍のことはなんとなく頭にあっても、こんだけね、単語が新しい形を、なんていうんですかね、生み出してるなんて思ったことないんじゃないだろうか。はい、まあ、あのゲームとかね、もしかすると、使われている可能性はあるんですけど、今回は本当にこのね、新しい単語の形を見て、メグペは非常に驚きました。なんだろうな、将軍っていうその立場というか、その存在が海外の人にとってはとても興味深いものだったのかなっていうのが、この単語の形、新しい単語を見てすごく感じるところですね。将軍、はい、将軍関係の単語他にないか、もうちょっと探してみようかな。先ほど見ていたのはメディアムウェブスターなんですけど、メディアムウェブスターでは将軍っていう元の形と将軍の将軍なっが載っていました。それ以外のものについては、そうですね、将軍な、それ以外ないですね。特にそれ以上はなかったんですけど、他のところを探していて、たまたま見かけたのが、将軍ナイトと将軍シップでした。あと、ケンブリッジとか、新しい形は載っていたりするんだろうか。将軍、将軍、将軍、えい、将軍ですね。はい、将軍は将軍。発音はね、もう将軍ではないですね。どっちにしろ、はい、将軍。それ以外の単語については、将軍ナイトとか載ってるかな。将軍ナイト、将軍ネイトは、将軍ネイトと書く将軍ナットは載ってますね。ネイトとは書くけど、発音は将軍ナットですね。はい、あのパイレーツもね、パイラット発音しますね。うん、将軍ドオット、これ、あ、ちょっと待った、ショットガンか、
見間違えました似てた、ショットガンだった。はい、そうですね、将軍については将軍、将軍図 S つける形ですね。そのまま複数形になったものは載ってるけど、それ以上のものはないですね。じゃあ、あとコリンズとかどうかな。コリンズとかは載ってるかな。将軍、将軍な、そうですね、将軍な、将軍なっは載ってるけど、それ以外のものについてはあまり記載がないですね。なので、そうですね、将軍な、それ以上はないな、ないですね。はい、じゃあ将軍シップ、将軍シップはそうな。はい、そうですね、もうやっぱり一番メインのものとしたら将軍なと将軍なあたりかな。はい、そうですね、そういう感じですね。いろいろ見てはみましたが、はい、ということで今回はめぐっぺがまた新たに学んだ将軍周りの単語を紹介しました。はい、またね、今後新しい表現が出てくるかもしれませんが、今回はこの将軍というドラマを通して将軍という新たな単語を知ることができて面白かったです。以上、めぐっぺでした。またね。